野坂山地は、滋賀県と福井県若狭地方にまたがる山地。琵琶湖国定公園特別保護地区。地質的には、高和歌加工岩類と呼ばれる加工岩類が広く分布する。若狭と京都を結ぶ交通の要衝で、古くは荒地関が置かれていた。かつては北国街道や、鯖街道や塩津街道が通った地である。 環境省の植生調査によると、野坂山地の野坂学から三国山に至る、両線一帯は、最も自然度が高い、植生自然度級の森林が、福井県内で最も広範囲に残されている、地域である。東京都に本社を置く株式、会社グリーンパワーインベストメントが、足屋山とその南西の勝負谷山から伸びる尾根筋、一帯に、 ローター直径約100から140メートル、最大高約140から190メートル、単発出力約3400から4200キロワットのプロペラ型風力発電機、約20から25機を設置し、総出力最大10万5000キロワットの三浜新城、ウィンドファームと呼ぶ風力発電所を建設しようとしている。事業実施想定区域と、 風力発電機の設置想定範囲3から1から1地表搭査の結果地震調査研究推進本部2020年7月10日閲覧環境省自然環境調査ウェブ GIS 植生調査第6から7回植生図三浜新城ウィンドファーム発電事業に係る計画段階環境配慮所引く株式会社グリーンパワーインベストメント 2020年5月26日。地図画像の作成には、国土地理院の地理院地図とかシミール 3D を使用した。ありがとうございます。